この世はもつまり生贄がもっと欲しい。じゃあもし生贄をもっと捧げたら返してくれる？巫女を欲しい。お前アルケニモンやピエモンはお前にとって期待外れだったかもしれないが、私ならもっとたくさんの人間をお前に捧げることができる。何の話？元より役立つとは。私はあいつらとはすがりついてご機嫌を伺うだけじゃない。私もっと生贄を用意してくる。そうすればこの世界も救われるんだから。生贄を捧げる代わりにミユキを。よかろう。この世にしろ返してやる。約束だよ。したんだよ朝。タクマ助けて。僕だけじゃダメだ。あれあの子たち。はい、いい子でちゅね。ほら泣かないで。ビュー。ほら泣くなって。カイト大きな声出さないで。ほらほらみんな。げえ、こいつ漏らしてやがる。誰か。なんだこの。タクマ起きるのが遅えよ。こっちはた悪い。決まってんだろ、遊園地のチビどもだよ。お世話をしないわけにはいかないだろ。わかったらさっさと手伝え。ほらお前の受け持ちは。笑ってる場合じゃねえ。お前は笑ってくれ。よかった。食事をさせたら落ち着いてきたな。しかしジジも、こんなたくさんのチビをよく面倒見てられたな。そうだよね。ジジモンが死ななければこの子。ジジモン。ああ、いやごめん。ううん、みんなちょっといい？手の空いた時にでいい。この世界から脱出するためにはみゆきちゃんが必要で、彼女。そしてももうこれ。私一人じゃ考える力がきっと足りない。慌てなくていいから、とにかく。
アロデレモン。私に挑むとは愚かな。私がやろう。
相手になろう。よし、絶対に勝つんだ。俺が行こう。アロドゥルモン、アンジェレーション、僕の番だろ。おー、グレイモン。さあ、この手にある。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。アロドゥルモン、アンジェレーション、僕の番だね。おー、グレイモン、行くぜ。勝利はいつもこの手にある。守れる力を、ケンゼローモン、
うべきか。私がやろう。力を授けてやろう。私が動く。漫画来たんだね。さあ、誰から私に奪われたいの？手伝えばいい。
よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。アロデルモン、覚悟はいいか。ほっ。私がやろう。アンジェレーション、勝利はいつもこの手にある。手になろう。覚悟はいいか。行くぞ。
べきか。私がやろう。私がやろう。アンクレーション。俺は勝ち続ける。
Thank you.
ベルゼブ。向かってくるとはいい度胸。俺が行こう。人数が倍になりゃ食料の減りも。このままじゃ時期。そうだな。森で。ああ、食える。後で何か探してみるぜ。あ、だったそれなら僕も。お前はの面倒を見なきゃいけねえ奴らがいる。それにつまりそういう。
対に勝つんだ。アロデルモン、覚悟はいいか。ほっ、私がやろう。アンジェレーション。はっ。俺が行こう。勝利はいつもこの手にある。絶対に勝つんだ。アロデルモン、覚悟はいいか。アンジェレーション、僕の番だね。行くぞ。わー、グレイモン。
行くぞ。私がやろう。アンジェレーション。私がやろう。アンジェレーション。無謀な戦いは挑まぬことだ。
森を探索していたんだよ。どんな建物ですか？中に人はいま。落ち着いてくれ、タクマ君。私が見たのは図書、軽く入り口付近を見ただけだから。それにあの図書館は明らかに違うって。あの建物、いや、みんなの前で話、食料探しって予想以上に難しいわ。草でも食える。ここは季節もぐちゃぐちゃだからな、実のなってる木ばかりじゃねえ。でも彼岸花は秋の花だもの。このおハルク、ハル
ルくん、ま、森の奥に進んでいく、追ってみます。みんなに知らせなくていいの？知らせたいけど、その仕方ねえな。お待たせ。二人は食料を取りに森、もしかして二人で、ミノル、ごめんごめん、冗談だ。ん？はい。私、さっき、東、え、さっき教授が見つけたって、森に新しく出現した建物なんだ。まだ調べてない、何があるかわからない場所だ。本当に新しくできたばっかりだって言うなら、そんな、待って、ここでも、少人数で向かう、それは、ちょっと何か、わよし、多分本当に大丈夫なのか。じゃあ、むちょっとな、そうだね、行こう。教授、はず、まだ建物は見えないが方角はあって、まさか建物ごと、そんな、黙れ。やはり君は私のことを恨んでいるのか。恨む？どう、答えを返す義理はない。お前らには黙って生贄に、生贄？ミコ以外にも生け、以前アルケニモンが言っていたな。十分に使い道、何をするつもりかは分かんないけど。なんだエナモン、どうしてだ。お前、僕たちは同じ目的のはずだ。従わないつもりかなら、ね、みんな気をつ、レナモン、私の術の餌食となれ。悪魔に立ち向かうつもりか。られたいものから来る。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。アロデルモン、覚悟はいいか。アンジェレーション、
私がやろう。アンジェレーション。私がやろう。アンジェレーション。もうどうして戦わなきゃいけ、知ったような口を聞くな。約束したんだ、みゆきを守ると。それって春でも、レナ、お前たちにいいことを教えてやろう。仲間、葵ちゃんとか、あの二人を助けたいのなら自らの来なければ二人は死ぬ。兄ちゃん、本当？いや。